あなたが今しているのは私が一番聞きたくない話なのに、それでも聞き続けるのはあなたに会えなくなるよりはまだ少しだけマシだから、私が聞きたかったのは終電の時間でも好きな人の悪口でもなくて、せめて今日のために切った髪に気づいて似合ってるよって言って欲しかった。最初からあなたの幸せしか願っていないから、それがたとえ私じゃないとしてもちゃんと最後は隠した思いが好きになる前にどこかで手は打てなかったのかな、私が選んで望んで恋したんだから、叶わなくても気持ちが伝えられなくてもこんな気持ちになれたこと大切にしたい。本当だよ、会いたくて、でもほら横にいてもまた辛くなってる、その人より私の方が先に好きになったのにな。でも私があなたを好きなくらいあなたも思っているなら、私じゃやっぱりダメだね。最初からあなたの幸せしか願っていないから、それがたとえ私じゃないとしてもちゃんと最後は隠した思いが見つからないように横から中押すから、誰よりも知って